はい、ということで皆様、夕方のお忙しい中、ソープボックス声なき声の発信場所へ、ようこそお越しくださいました。本日の、司会を務めさせていただきます、ラッシュジャパンで、メディアチームで、働いています、丸田千佳というものです。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。で、ソープボックス、この、ソープボックスの、イベントを今やり始めているんですけども、初めていらっしゃってくださっている方もいるかもしれないので、簡単にソープボックスとはというお話を先にさせていただきたいと思います。ソープのボックスということで、石鹸箱というような印象イメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、その通りでして、もともとロンドンにあるハイドパークっていうパークがあるんですけども、そこで昔木でできた石鹸箱の上に乗って、こう、街頭演説とか自分が言いたいことを物申すというようなことをしていた背景から、特にイギリスでソープボックスっていうと即席演台とか、あとは自由に意見を述べる場という形でこのソープボックスという言葉が使われています。でそれを私たちの今ラッシュジャパンの中に、メディアチームっていうのがあるんですけれども、6個チャンネルを作って、それぞれテーマを設け、例えばアートを発信するチャンネルとか、ライフスタイルを発信するチャンネルとかって、6つあるチャンネルのうちの1つにソープボックスチャンネルという名前を付けました。ここは、ラッシュの声を発信するというよりは、声なき声、あまりこう世の中とかマスメディアとかで大きく報じられないような、専門家の方とか活動家の方とか NPO の方々の声を発信する場として、ソープボックスチャンネルを作ってます。で今日は、ここにいらっしゃってくださってる皆さんは、テーマといいましょうか、トピックを知ってきてくださってる方も多いかと思いますけれども、6月20日は何の日でしょうか。皆さんニコって、6月20日は国連が定めている世界難民の日です。で今日は18日で少し早いんですけれども、世界難民の日に先駆けて改めて今一度難民について考えるという場所にしたいと思って、今日はですねゲストスピーカーをご招待しています。今日のソープボックスゲストスピーカーは、認定 NPO 法人難民支援協会広報部の野津美幸さん、一緒に難民について考えていきたいと思います。じゃあ野津さん、まず拍手で前にお迎えください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら、まず野津さん、そして、難民支援協会さん、多分このトークの中で私たちよくじゃあじゃあと言うと思うんですけど、じゃあというのがまさにこのジャパンアソシエーションフォーレフュージーズの略称として、はい、JAR でジャーというふうに通称呼ばれています。日本語名では難民支援協会という団体名で、ちょっと硬くてなんか暑苦しい感じなので私もジャーという方を使う方が好きです。私たちがやっている活動というのが、日本に逃れてきた難民の方々を総合的に支援をしている日本で唯一の団体なんですね。そこで私は広報部の職員として日々皆さんにこういった状況を伝えるお仕事であったりとか、この活動を続けるための資金を集めてくるファンドレイズのお仕事をやらせていただいてます。ジャーさんは具体的にどんな活動といいましょうか、アクションを取られている団体さんなんですか。はい、後でまた具体的にご紹介させていただくんですが、簡単に説明をすると、日本にたどり着く難民の方々がいらっしゃるんですが、その方々が来日直後から日本で自立した生活を送っていくまでに様々なサポートが必要です。でそういったサポート、ありとあらゆるサポートをやっている専門的な団体というようなイメージですね。はい、なるほど。この総合的なっていうのが一つ今日 のテーマの中にも大事なポイントかなとは思いますが、はいはい、具体的にこうじゃあ総合的なっていうとどんな活動をしているんでしょうか。そうですね、例えば日本で難民として生活を続けていくためには、まず日本政府から、あなたはじゃあ難民なので国に帰れないことを認めますよ、だから日本でこれからも生活していっていいですよっていうお墨付きをもらわないといけないんですね。でそのための手続きっていうのがすごく複雑で大変なので、その手続きのサポートであったりですとか、あとはそのお墨付きをもらうまでにかかる期間っていうのはすごく長いです。平均3年間かかります。
そのお墨付きもらえるかどうかわからない状態で、まあ、宙ぶりらりんで待ってる時間っていうのがそれだけあるので、その間なんとか生活していくために必要な生活の支援であったりとか、働かないと生きていけないので、じゃあ日本で仕事探すのどうしたらいいのとか、そういった支援だったりとか、まあ、ありとあらゆる支援を総合的に行っています。なるほど。こちらに1枚素敵なお写真を、はい、今フルタイムスタッフとパートタイムのスタッフ合わせて25人くらいプラス学生中心にインターンでボランティアで活動してくださっている方々が常に 2,30 人いるような、だいたい50人60人ぐらいで活動している組織です。なるほど。で、あのラッシュジャパン、ラッシュとジャーさんももう 2,3 年ぐらいのですね、お付き合いをさせていただいていることに、まだ 2,3 年なんですねっていうようなイメージですけど、はい、そうですね、そうですね、ジャーさんと、まあ、知り合ったきっかけ、そしてこれまでもご一緒させていただく機会っていうのが実はありまして、それが、ラッシュではですね、お店を使ったキャンペーンというのを行っております。で、ここに簡単な動画を今用意させていただいたのが2年前、2016年の年末年始に、行った難民支援キャンペーン の様子になるんですけれども、この時、まあ、それこそ、ね、難民問題がメディアで結構取り上げられてからも時間は経ってしまったんですが、改めてラッシュとして、この時はだから日本にも難民がいますというメッセージで、このソープ、これ手をつないだような形をしているハート型のソープなんですけど、ハンズオブフレンドシップ、まあ、友情の象徴というか印ということで、売上の全額をそのジャーさんの活動に応援、活動を応援したいということで寄付をさせていただいた商品なんですけれども、この時に、初めてだからご一緒させていただいたキャンペーンがこちらですね。で、この間の年末年始、もう2年目となるんですけども、ジャーさんの活動を引き続き応援したいという、まあ、社内の声もあって、年末年始にこの難民支援キャンペーン、まあ、第2弾というのを行って今に至るという感じなんですけれども、この写真に写ってるご家族も、これは1年目のキャンペーンの時にウィンドウのビジュアルとか、あと動画を、紹介動画を一緒に作らせてもらったご家族なんですけど、彼らも、はい、日本に逃れてきたシリア難民のご家族です。日本にもシリア難民って来ているのって思われた方もいらっしゃるかと思いますが、結構いらっしゃいます。で、そのご家族の、一家族なんですが、もともとこの右側に抱っこしているお父さんが先に家族を置いて、まずは自分が危ないということで逃れてきました。で、しばらくの間この奥さんと子供たちは難民キャンプ、隣の国のイラクの難民キャンプで生活をされていたんですが、その家族を日本に呼び寄せるためのいろんな手続きであったりとか、あとお父さん、まあ、この家族が日本でちゃんとこれからも滞在を認められるようにするためのサポートであったりとか、そういったさまざまなサポートを来日直後からしています。で、私もこの、写真の撮影を、これは千葉の海岸でしたんですけど、した時に一緒に立ち会わせてもらって、で、すごい印象的だったのが、子供たちが日本語交えながら会話するんですよね。まだ割と日本に来てそんなに時間持ってなかったと。そうですね、まだ、この お姉ちゃんの方が今小学校 で弟が保育園だと思うんですが、弟は2歳半の時に日本に来て、お姉ちゃんは確か4歳ぐらいだったと思いますね。ただ本当に子供は吸収が早いので、特にこの、息子さん、弟に関して言えば、多分日本語の方がもう2歳半からいれば得意になっちゃうんじゃないですかね。この撮影したのがもう、まあ、2年前、2年弱ぐらいになるので、もうなんというか成長を遂げているのかなと。そうですね、もうますます多分日本語も2人とも上手になってると思います。この家族は、まあ、今も日本に暮らして。そうですね、実はもう1人子供が日本で生まれて、今は5人家族で暮らしてらっしゃるんですが。なるほど、家族が増えたんですね。そうですね、結構、まあ、シリアの方は割と子だくさんのご家庭も多いのかなと思いますね。はい、でもそうすると、日本で生まれたその3人目のお子さんは、はい、シリア国籍になるんですか？
いえ、おそらく事実上の無国籍になると思います。というのも、まあ、普通その海外で、まあ、日本は出生地主義を取っていないので、例えばアメリカみたいにアメリカで生まれたからといって自動的に国籍が付与されるわけではないんですね。どちらか両親のどちらかが日本国籍ではないと日本国籍にならないので、で、まあ、例えばじゃあシリアの国籍を得ようと思ったら、シリアの大使館に出向いていって、こういう出生届を提出したりとか、はいはい、いろんな手続きをして得るんですが、はい、難民となった人たちにはそういった手続きをする場所もないような状況なので、まあ、多くの、まあ、日本で生まれた子だけじゃなくて、おそらくこの難民キャンプで生まれたお兄ちゃんの方も、ああそうか、はい、無国籍なんじゃないかなと思いますね。結構これは難民の子どもたちが共通して直面する課題ですね。なんていうかパスポートがだから取れないというか持ってないってことなんですか。まあ、正確に言うと難民認定を得られればパスポートを得ることできるんですけど、この家族は難民認定は得ていないので、こういったパスポートを得ることは難しいですし、まあ、いろんな、そうですね、普段の生活でそこまで意識することはなくても、うんうん、例えば就職で差別されないかだとか、まあ、そういったことを結構心配される親御さんは多いですね。なるほど。なんか私もそのキャンペーンを一緒にこうやらせてもらって、まあ、2年3年ぐらいこの難民っていうテーマについては触れ合ってますけど、なんかやっぱ改めて自分が今じゃあ日本で暮らしていて、まあ、日本のパスポート持ってますけど、なんかそれがじゃあいきなり違う国に急に行かなきゃいけないことになってって考えると、なんかイメージがまだまだつかないことってあるんだなと。そうですね、特に日本のパスポートは世界でも最強と言われているので、 それがあればビザとかなくてもどこでも旅行できちゃうっていうこともあって、なかなかこう難民となるって後でちょっとやりますけど、はい、境遇をこう想像するっていうのは難しいのかもしれないですね。そう、今日なので、今日話した内容として、もちろんまあ難民とはっていうことをもう一度お話ししていただきたいと思うんですけども、なんかそう難民になるってどういうことなんだろうっていうのを今日皆さんにもちょっと体験というか体感していただくようなお時間も少し設けてますので、その後そうですね、日本にいる今じゃ難民の人たちがどういう暮らし生活をしているのかっていうことと、最後私たちに何かできることはあるのかというような内容で進めていきたいと思います。早速ですが野津さん、難民って改めましてどういう人なんですか。 なかなかこう難民ってどんな人たちかって考えるときに、パッとこうイメージする映像って、こう例えばドイツにたくさんたどり着いているような難民の長蛇の列とか、たくさんテレビでも取り上げられたので、そういう状況を思い浮かべがちなんですけれども、そもそもどういう状況から逃げてきているのかっていうところが、ちょっとそっちの報道がたくさん出てくると抜けがちなんですよね。ただ本当にその難民の人たちってどういうところから逃れてきているかっていうのは、今まさに見ていただいたような廃墟から、本当に命からがらもうここには住んでいられないということで逃げる。これは人間の本能として当然だと思うんですね。なるほど、はい、でそういう人たちが今本当にたくさん世界中に生まれてしまっているという状況です。なんかその 2,3 年前ですかね、はい、難民のことを調べ始めたりするときに、やっぱり、まあ、シリアのことをたくさん読んだり聞いたりしましたけど、なんかもう少し調べてみると、世界中にやっぱり難民の人って特にそれこそ増えているっていうことがあるんですよね。そうですね、やはり私たちも支援活動していてすごく感じるんですが、報道される地域って本当に限られていて、まあ、いろんな多分外交的な配慮とかが働いてたりだとか、まあ、そもそもアフリカのいろんな国は日本から関心を持たれてないみたいな状況もあるんだとは思うんですが、すごくごくごく一部の紛争地域しか取り上げられてないなという印象はありますね。今世界でいうと、はい、その難民と呼ばれる人ってどのぐらいいるんですか。今6560万人で、これは過去、まあ、統計取り始めてから過去最多の数になってしまっているという状況ですね。6000万って、だから日本の人口が今1億2000前後ですか、はい、なんか日本の人口の半分ぐらいの人が世界ではそれこそ、ね、自分の住んでた場所が住めなくなってしまって、もしくはその住める状況じゃなかったから、はい、母国をこう出なきゃいけないってことですね。そうですね、
ペースでいうと3秒に1人新たに故郷を追われる人が出ているっていうのが今の世界の状況で、私がこうしてお話ししている間にもまた新たにこう家を逃げなければならない人っていうのが生まれている。私たちが生活する中ではそんな惨状っていうのはなかなか意識する機会ないと思うんですが、それが今同じ世界で起きていることですね。3秒に1人っておっしゃいました、はい、誰か電卓すぐ出ます。今日このイベント1時60分やるんですけど、暗算が得意な方でこの1時イベントの間に何人ぐらいの難民の人が生まれてきちゃったんですか。だから算数できる人60分は何人ですか。この1時間の間にも1200人の人たちが自分の住む場所を失い奪われ、すごいペースですよね。だってそれが1日で24時間ですよ。1ヶ月でまあ30日か31日かで、なんかすごいペースですね。すごいペースですね。でまたそれを全くこう実感しないままに生活できる私たちというのも、なんか本当にすごく歪んだ世界だなというのを感じますよね。でこの写真をちょっと紹介させてもらったのは、はいはい、まあ、じゃあそういう3秒に1人新たに家を追われている人たちと追われなくて済む私たちのじゃあ違いって何なのかって考えた時に、本当に実は違いって何もないんですよね。難民の方々って6560万っていうと急にこう集団のような感じがしてしまって、一人一人の顔って見えなくなってしまうと思うんですけれども、難民の方々も私たちと同じように仕事があって、家族がいて、同僚がいて、友達がいて、好きなこともあれば苦手なこともある、もう本当にごくごく普通の一人の人であり、そういう一人の人生がかかっている話がもう6560万人もにも 今膨れ上がってしまっているっていう状況だということで、まあ、ちょっとこの笑顔の家族を、そうですね、数にしちゃうと顔が見えないって一つの、はい、まあ、課題というか、そうですね、チャレンジかもしれないですね、はい、この、ね、難民が増え続けていて、 なんというかこのまま どうすればいいんですかっていう質問、大きな質問をしちゃってもいいんですかそんな私解決できるような力を持ってるわけじゃないんですけど続いてその次ですかね、はいはい、今本当にその6560万人も世界で出てしまっていて、はい、当然各国でこの状況を何とかしないとということでいろんな取り組みが行われています。で大きく分けて難民保護のためにできることって3つアプローチがあると言われています、はい、で1つはそもそも難民が生まれるこう根源を断つ、難民が生まれない世界を作る、これはとても理想ですよね。やはりどんなにアプローチをしたってこうまた新たに生まれてしまって しまっていたら解決されないので、これ非常に重要です。ですが、まあ、このためにいろんな外交的な努力がされているんですけれども、なかなかこれはこう短期的に実を結ぶものではないっていうのが現状です。例えばシリアを例にとっても2011年から内戦が始まって今もう7年経ちますよね。ですが、まあ、シリアじゃあ改善したのか、内戦もうすぐ終わるのかっていうと、なかなかその終戦の兆しっていうのをさえ見えていない状況です。なのでこれはやり続ける必要がありますけれども、これだけだと今難民になっている人たちは救われないという現状があります。そこでまあ重要になってくるのが続いて、はい、まだ国内に残っている人であったりだとか、あとは周辺国に逃れている人たちを支援する、これもすごく重要なアプローチです。イメージではこうヨーロッパにもたくさんシリア難民行ってるんじゃないか、まあ、シリア難民に限らず世界中の難民が先進国に押し寄せてるみたいな、そんなイメージを持ちがちなんですけれども、実はシリア難民全体のうちヨーロッパにたどり着けているシリア難民って全体のわずか2割に満たないんですね。ほとんどの人たちはそこまでたどり着くことはできずに、例えば徒歩で
国境を越えられるような隣の国トルコであったりだとかレバノン、ヨルダンといったような比較的逃れやすい国に溜まっている傾向にあります。もちろん、まあ、ヨーロッパで生活するよりかは言葉とか文化圏が近いような国で生活したいって自分の意思で周辺国に逃れている人もいると思いますけれども、まあ、数でいうと周辺国の方が圧倒的に多いんですね。なるほど、はい。ですが、まあ、周辺国がじゃあその難民の方々圧倒的な難民の方々をサポートできるような体制にあるかっていうとそれがなかなか難しいです。というのもその周辺国は往々にして経済的に豊かでないことが多いですしそもそもその国自身も情勢が不安定で難民を生み出している国であったりもするんですね。なのでその周辺国に今すごく集中しているんですけれどもそこではサポート体制が十分ではないのでその政府に代わって例えば UNHCR っていう国連の組織が難民キャンプを作ってサポートしたりだとか他の NGO が難民キャンプに入りきらない人たちをなんとかサポートしたりだとかそういった活動をしています。これもとても重要ですね。はい。でまあ、この2つ目もやはりその周辺国では支えきれないっていう現状があるので3つ目がとても重要になってくるんですけれども平和で安全な国が受け入れるっていうことですね。で仮に例えば明日シリアの内戦が終結したとしても、うんうん、先ほどの廃墟の映像を見ていただいたら分かりますけどじゃあ明日から住み始められるかっていうとライフラインも何もない中で復興するまで相当な時間かかりますよね。じゃあその間その難民となっている人たちの人生は止まるのかって言ったら止まらないわけで進んでいくわけですよ。その方々がきちんと未来に希望を持って生活していけるようになるためには周辺国に逃れた先で生活をしていけるっていうことも重要ですしそこで十分な機会がないんであれば十分な機会がある国できちんと受け入れて全員は無理でも少しでも多くの方々を受け入れて日本で生活していけるようだとかアメリカで生活していけるようだとかカナダとか、まあ、そういった形で安全な国が受け入れるっていうこともとても重要です。でこれどれが一番大事とかっていう話ではなくて、うん、その難民が保護されるために全て必要なことなんですね、うん、なるほど。で日本も何らかの形でそれぞれのアプローチ取り組んではいるんですけれども、うん、私たちが考えるのはこの3つ目平和で安全な国が受け入れるっていうところに対してのアプローチがとてもとても弱い。でそこを今私たちがNGO として取り組んでいるところですね。そこを今日は中心にご紹介すると思います。はい。今世界でっていうお話大きなお話から始まってそのね6560万人というなんかとんでもない数出てきましたけどそれこそそうジャーさんが、日々活動支援をしているような日本に来ている難民の人たちっていうのも、実際いるわけでここからはちょっとじゃあその日本の中の難民問題難民の人って どうなってるのっていうことを聞いていきたいと思うんですけれどもじゃあまず聞きますが日本の中にそのいわゆる難民って呼ばれる人ってどれぐらいいるかって数えられるんですか？なかなかこう正式な統計というものがないので難しいんですが今日本で難民申請をして結果を待っている人たちなのでまだ難民かどうかわからないっていう人も含めて言えばだいたい2万5千人ぐらいの方が日本で、暮らしているというふうに言っていいと思います。2万5千人ぐらいなんかでも例えばじゃあ今日私電車乗って朝ここのオフィスまで来ましたけどなんかわかんないですよね。 もしかしたらその難民、申請中の人いるかもしれないし認定受けた人がいるかもしれないし、なんというかどの人が難民かみたいなのっていうのも、そうですね。その私は難民ですとかってレッテルをこう貼って歩いているわけではないので、はい、皆さんも普通に生活する中で知り合ったりだとかしている可能性はありますね。なんか合ってるかもしれないですよね。どこかでね、なんかこうもう社会日本社会の中にいるんだなってなんか思うとあえて探すわけでもないですけど、なんか少し身近に。それこそ私直接会わせてもらったんで、ああなんか難民って言われなかったら、まあ、中東系アラブ系の方かなみたいな印象でしたよね。そうですよね。はい。難民についてなんか初めて知る機会かもしれないので野津さんから3つこの数字だけはこの数字が持つ意味だけは持って帰ってくださいという、はい、宿題をいただいておりますので
この19628、20、そして 0.3 という数字が何を意味するのか教えてもらえますか。まずこの20っていうところからいきますかね。おお、なるほど。はい、先ほど6560万人の人が難民になっているっていう話をして、平和で安全な国が受け入れていくことっていうのもすごく重要っていう話をしたと思うんですが、じゃあ今現状で日本が年間でどれくらいの難民の人を受け入れているか、受け入れているっていうのはつまり日本に逃げてきた人がいて、その方々に対して確かにあなたは帰ったら危ないから日本にこのまま滞在していいですよっていうふうに滞在許可を与えた人っていうのがじゃあどれくらいいるか、さすがに6560万人全員は難しいと思うんですね。日本もそんなに大きな国ではないので、うん、先進国ではありますけど、さすがに数万人くらいは6560万人もいればいてもいいのかななんて思うと思います、うんうん、でも20って言っちゃってるんでこれ答えなんですけど昨年日本がそんな中で難民認定した数っていうのはたったの20人なんですね。確かこの会場に今いるくらいですかね、もしかして。あ、そうかもしれない、はい、それくらいしか日本では難民として認められていないです。じゃあそもそも日本に来てる人がいないから難民として認定されないのかっていうと、そういうわけではなくて、こちら、オレンジの方が難民申請をしている人の数です。もう日本にたどり着いていて私は帰れないので難民として認めて滞在させてくださいと申請した人の数ですね。この間増え続けています。一方でこの認定数っていうのはこの赤い棒なんですけれども、ちょっとあまりに少なすぎて出てません、出てこないっていう、はい、っていう状況です。で、まあこれそうですね。で 0.3 って先ほど出したのが何かというと、先ほども言った通りその申請の結果が出るまでに大体3年ぐらいかかるんですね。なので認定率って言った時に19628分の22はならないんですよ。その前年から申請の結果を待ってる人も含めるので、 なので、まあ、それで計算をすると難民認定率、日本の難民認定率っていうのが 0.3% っていうのが、もう一つの数字です。いくつか言いたいことはあるんですけど、はい、1個質問があるのは、まずオレンジの棒自体もこんなにこうグググッと伸びているのって何か理由はあるんですか。一つ、まあ、これ難民の審査をしているのって日本では法務省の入国管理局っていうところが審査をしてます。でその入管側の言い分で言うと、この20人っていうのは全然問題ないんですっていうのが彼らの言い分です。でそれなぜかというと、その20人以外の人たちに関しては難民ではないのに日本で働きたいから、就労資格が欲しいからっていう理由で難民申請をしている人たちなんだと、うん、なのでこの20人っていうのは妥当なんですよっていうのが法務省入管側の、意見です。で確かに日本で、3年間サバイバルするために就労資格がないと生き延びられないので、難民申請中の方には就労資格が与えられるんですね。なのでそれをある種、まあ、難民ではないけれども日本で 2,3 年働きたいっていう人からすると、まあ、ちょうどいい制度になってしまっているっていう実態はあって、なるほど、難民申請を難民ではないのにしている人がいるっていう実態はあります。ですが私たちがもう口を酸っぱくして言いたいのは、そういう人たちを差し引いたとしても20人しか難民として認められるべき人がいないっていうのはありえないっていうことを日々いろんな人から相談を受けている。大体年間700人ぐらいの方が相談にいらっしゃっているので、その方々からのお話を聞いていても20人っていうのは少なすぎる、保護されるべき人が保護されてないということは確実に言えると思います。なので、まあ、ある種そのこの倍ぐらいになってますよね、昨年から。そうですね、はい、でこの倍になった要因としてあるどこかの、例えばシリアから日本にわーっとたくさん来ているっていうよりかは、まあ、比較的そういうその日本で難民申請すれば働けるよっていう情報がある種出回って難民申請している人もいるとは言えると思います。なるほど。じゃでもですよ、じゃその人たちが悪い人かというと、まあ、確かに難民申請を難民ではないのに知っていることによって本当の難民の人が結果出るまでより時間かかっちゃうので、それはちょっと悪いことだと思うんですけれども、うんうん、じゃあ彼ら日本で何してるかっていうと働いてるんですよ。
日本って今本当に少子高齢化社会で、はい、人手が全然足りないんですね、いろんな産業で、うんうん、で雇いたい、日本語があまりできなくても雇いたいっていう企業だったりお店だったりっていうのはもう山ほどあって、うん、でそこで、まあ、2、3年日本で働いて出稼ぎしたいなっていうアジアの若者も山ほどいて、でただそこが今日本は需要と供給が うまく結びつけられるような労働ビザみたいなものがないんですね、うんうんうん、でそれが一つ、まあ、日本が今まだ建前としては日本は外国人労働者はそんなに受け入れない、コントロールして一部だけ受け入れたいっていう、まあ、建前を取っているので、なかなかその日本で働きたい人がいる、外国人を雇いたい企業もたくさんあるっていう、その2つがこうマッチングされる制度っていうのが他にないので、これが今使われちゃってるっていう実態はあるんですが、なのでその人たちが悪いかっていうと、まあ、ただ働いてくれてるだけなんで、まあ、日本がちゃんとその人たちが普通にこの嘘つかずに働ける制度を用意すればいいだけの話ではあるんですが、はい、それにしてもなんてすごい数、はい、いずれにしてもこの20人っていうのは少なすぎますし、やはり私たちが普段相談に乗る中でこの人今帰ったら本当に処刑だろうっていうような方でもバンバン難民不認定になります。なのでやはり日本の難民認定っていうのは適切に行われてないと言っていいと思います。これをまたそれこそさっき3つ出てきた丸の右側、平和な国で受け入れるっていう、まあ、先進国の数比較するとそうなんです、唖然とするんですけど、このやる気のなさもちろんその各国地理的な条件もあるので、どういう人たちが逃れてくるかっていうのが全然違うので、この認定率を単純に比較するっていうことはそれほど意味はなさないんですが、それにしても日本にだけ今これだけ飛行機が発達していて来れる中で、日本にだけ難民に該当する人が全然逃げてこないっていうのはやっぱりすごく不自然だと思うんですよね。桁が2つ桁が違う、3つとか違いますもんね、はい、まあこの異常とも言える数なんですね。でちなみになんですけど、はい、これに加えてこれはその自力でたどり着いた人を難民認定して保護するっていう制度なんですね。でもう一つ仕組み、難民受け入れの仕組みがあって、政府側が難民キャンプに出向いていって連れてきたい家族を審査して、この人だったら何人受け入れますみたいな、自分たちで連れて帰ってくるっていうスキームで受け入れられるっていうケースもあるんですね。なるほど、はい、でそれも各国もうその責任の分担なので、競うようにうちはシリア難民3万人行きますみたいな、そういう競り感みたいな感じの、こう責任の分担がされています。で例えば今アメリカ、はい、トランプ政権になってすごく難民とか移民に厳しくなったっていう、こうイメージがあると思うんですが、はいはい、確かにものすごく今厳しくしてるんですね。でこのアメリカはその自力でたどり着いた人を2万人保護しているのに加えて、これまで、オバマ政権の時は年間11万人の方々を世界各地の難民キャンプからチャーター便飛ばして受け入れて、もうアメリカでの1、0からの生活をサポートするっていうのを年間ですよ、年間11万人やってたんですね。でそれをトランプ政権になってから半減させて4万人にしました。半減以下ですね。でそれは確かにこの今まで難民受け入れを牽引してきたアメリカがそういう方針転換をするっていうのを業界的にはものすごく大きな出来事なんですが、それでも4万トランプさんで4万人受け入れてるんですよ。で日本も一応その仕組みを細々ながらやってまして、年間30人上限で、ミャンマーから難民となったご家族に限定をして受け入れてます。30人と4万人っていうところも違いがありますね。なんか、はい、責任の分担って言われちゃうとなんか全然担えてないですよね。担えてないですね。戦力外通報なんでこんなことになっちゃうのかというのは どうしてなのかというと、まあ、一つはその政治的な意思がないっていうのは一つあると思います、うんうん。例えばその、まあ、トランプさんのもそうですけど、カナダの今トルドー首相がすごく難民受け入れで積極的に頑張っていて、はいはい、彼なんかはその首相になる時の選挙でマニフェストで自分がもし当選したら2万5千人のシリア難民を半年以内に連れてきますっていうのを公約に掲げたんですね。
でその公約に掲げて、はい、そういう人が首相に選ばれる、そういう国なんですよカナダは。ただ日本はそもそも議題にさえ上がらない、難民受け入れがそもそもこれだけできてないっていうことをまだまだ知られてないような状況なので、そういうその積極的にやっていこうっていう政治的な意思がまずないっていうのは大前提としてありつつ、で続いて、もう一つが、はい、その先ほども言った通り、その審査を担当しているのが入国管理局なんですね。でここにやっぱり限界があるというふうに支援団体としては思っています、はい、でなぜかというと入国管理局の仕事っていうのは本来の、まあ、メインの仕事っていうのは日本に悪い人が入ってこないように未然に入国を防ぐ、コントロールするということなんですね。例えば麻薬の密売人とか、まあ、そういった悪い人たちが日本に入ってこないようにちゃんと審査をして、この人は犯罪できないから入れていいとか、そういうことをやるのが彼らの仕事です。で次のページ見ていただくとその傾向より分かるんですけれども、はい、入国管理局って Google で検索するとその検索結果のところに簡単に概要が出てきます、はいはい、そこの説明がこれなんですね。でこれ見ていただくと、我が国にとって好ましくない外国人を退去させることにより健全な日本社会の発展に寄与していますっていうふうに書いています。でこれはこれでとっても重要な仕事ですよね。日本にそんな犯罪者がたくさん外国から入ってきてしまったら治安が維持できませんので、これはすごく重要な仕事です。ですが先ほどのもう一個前のスライドに戻っていただくと、じゃあその人が悪者かどうか、犯罪歴あるかどうかっていうことを確認するために必要な知識経験と、この人をもし今シリアに返したらどれくらいの危険があってどれくらいこう危ないのかっていうことを正確に見積もるために必要な知識経験っていうのは全く異なるんですね。で難民保護に関して言えば、その世界各国の私たちがあまり報道では見ないような国、例えば今カメルーンで何が起きているのかとか、今カメルーンで実はすごい難民たくさん出てるんですけれども、はい、そういったもう最新の状況っていうのをしっかり把握してないといけないですし、すごくその専門知識、全く別の専門知識が求められるんですね。なのでその日々悪人かどうかっていうのを審査をしている方がある日突然じゃああなた今日から難民審査ねとなっても、やっぱりできる仕事ではないんですよ。でそこがすごく日本の問題、すごく厳しくなっているというか、審査基準がもうずれてしまっているっていう大きな根本的な問題かなと思います。例えばさっきその比較した G7 の先進国だとここがちゃんと分かれて、はい、行政というか省庁があるということですね。難民審査の専門の独立機関を持っている国もありますし、そこがなくても移民省みたいなところがやっている場合もありますし、はいはい、独立してますね。なんかそうするとこの法務省入国管理局にこう、ね、指さしたくなっちゃうような気がするんですけど。そうですね、まあ、一方ででもすごい入管の人たちも気の毒だと思うんですよね。その本来の自分たちの専門性ではない部分の仕事を、まあ、他の省庁にちょうどいいところがないから多分回ってきてるんだと思うんですが、まあ、それをなんかやらされて、でやった結果私たちみたいな支援団体になんか審査基準がおかしいとかすごい常に怒られるっていう、それすごく、まあ、彼らだけが悪いわけではないし、やっぱり一番問題なのはそういう明らかに適切でない機関がずっと審査をここ10年以上続けてしまっているっていう制度をそのまま放置している、放置できてしまっているこの社会というか、私たち一人一人のやっぱり関心がまだまだ薄いと思いますし、そこがそうですね、法務省が悪いというよりかはこの状態を放置している私たちにも責任があるんじゃないかなと思います。そうですね、日本にも選挙権というのがありますからね。そうですね、やはり難民申請中の方々はいくら日本の状況を変えたくても投票権ないですから、まず世論の関心がなければ政治家もそれをマニフェストに入れるなんてことも優先度として高くないですし、まず関心を持つっていうのは重要で、政治的な意思を持ってもらいつつこちらもそれを後押しするためのやっぱり関心を育てていくっていうのはすごく重要だと思います。なんか一個言えるのはこの難民問題ってなんか難民の人の問題じゃ
ないですよね。おっしゃる通りですね。やっぱり難民問題っていうふうに言うと、まるで難民の人たちが問題を起こしているかのような、まあ、そんな錯覚を覚えると思うんですが、まあ、先ほども言った通り難民の人たちっていうのは本当にどうしようもない状況から逃げなければならなくなった何も悪いことをしてない人たちなんですよね。で、難民問題っていうのはそういうその命を追われた6560万人もの人たちを平和で安全な国々が支援できていない、十分に保護できていないっていうことが問題であって、やはり本当に6560万人一人一人の人生であったり命がかかっている、本当に人の命のかかった重い問題だっていうことを、やっぱり数字にしちゃうとついそこが抜けがちなんですが、それはやっぱり改めて意識いつもしていたいなと思いますね。数字だけじゃいけないと言われつつも、私たちが今日持って帰んなきゃいけない3つの数字がありました。はい、なので先ほど最初にも、はい、出した3つの数字というのが、まあ、これだけ申請者数も増えてるし、でもそこには一人一人の顔と人生とライフストーリーがあって、でも日本で今認められてるのって、まあ、これだけの、それこそこの部屋にいる人数より多分少ないと思いますね。で、それは こんなパーセンテージで、日本はもっともっとその先進国としての責任、そうですね、責任もありますし、もっともっと受け入れられるポテンシャルがあるはずなんですね、うん、ポテンシャル、はい、やっぱり、地理的にももっとさすがに20人よりは受け入れられるぐらい広いですし、そうですね、はい、と思います。はい、ということで皆さん、世界と日本の難民問題、そして数字の部分を今お話しいただきましたけれども、ここからちょっと頭を、脳みそを柔らかくしていきましょう。難民になるってどういうことなのっていうのを、ちょっとこうアクティビティをね通しながら考えていきたいと思いますので、はい、小津さんよろしくお願いします。はい、ちょっと本当に簡単なアクティビティにはなるんですが、皆さんには今から頭を切り替えていただいて、エチオピア出身のジャーナリストということに、いいですか皆さん、エチオピア、エチオピア出身のジャーナリストになってください。バリバリ取材記事を書いているような方ですね、はい、で皆さんエチオピアっていうとどんなイメージですかね。コーヒーとかマラソン強いとか、それぐらいのイメージなのかなと思うんですが、実はエチオピアってめちゃめちゃ言論統制が厳しい国なんですね。もう指折り の厳しい国です。例えばブログで、まあ、私たち結構何でも意見書けますけれども、エチオピアでそういう例えば政権批判をするような記事を書いたとしたら、もう次の日に何の裁判もなく逮捕されて、そのまま帰ってこれないみたいな。野さん、私逮捕されてると思います。もうよく政権批判されてフェイスブックでいつも怒ってますそうですね、もう難しいと思いますね本当にそういう国なんですね、まあ、エチオピアに限らず結構そういうジャーナリストを統制しているような国ってすごくたくさんあるんですが、でも皆さんはそのエチオピアの状態をなんとか変えたい、この圧政をなんとか覆したいということで、ペンネームで活動しているジャーナリストです。で、何が最近起こったかというと、これまで皆さんはそれで積極的にペンネームで活動されていたんですが、先週自分ととても一番近しく活動していた、同じくペンネームで活動していたジャーナリストの友人が突然逮捕されてしまいました。で、その友人の友人からの伝言で、お前もブラックリストに名前が入っていたから、このまま活動続けていると捕まるぞ、今すぐどっかに逃げた方がいいよっていうふうに助言を受けて、今まで逃げることを国外逃亡なんて考えたことなかったんですが、もういきなりちょっと逃げないといけない状況になりました。で、皆さんには家族が、妻ないし夫がいて子供も一人いるんですけれども、まずは身軽で、自分一人だけ一番危ない自分が逃れることになりました。で、逃れる先どうやって探すかというと、まあ、自分で表立っていろいろ手配するのはもう狙われている場合危ないので、ブローカーにお金を渡してブローカーに行き先を手配してもらうことになりました。で、その間皆さんは急いでパッキングをしなければいけません。逃げる準備、荷物をまとめる必要があります。今から1分皆さんに差し上げますので、逃げるために持っていく荷物
のをまとめるっていうのを頭の中で何持ってたらいいか大急ぎで考えてみていただけたらなと思います。一分ですよ、よーいドン。忘れちゃう人は何か書いてもいいですし、何もなければ頭の中でこれとこれ持ってこうみたいに考えてみてください。隣の人と話しても大丈夫です。残り10秒9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、皆さん出発の時間来ました。じゃあ前から1人ずつ1個ずつ何持っていきますか。まずコンタクトレンズ、重要ですね。大事。隣のこと、お金、お金に変わるもの、お金、例えばアクセサリーとか、あ、金とか、いいです。と、クレジットカード、クレジットカード、服、服、パスポート、パスポート、何か食べるもの、食べるもの、後ろの方は歯ブラシ、歯ブラシ、タオル、まだ出てないけどこれだけは持ってきたいっていう人います？携帯とラップトップ。もうバッグはいっぱいですかね。そうですね。じゃあ逃げる時間になりました。はい。で、これ旅行ではないのでなんかこうついたくさん詰め込んでとか思うんですけど、行き先も決まってなくて、その着いた国でホテルとかも手配してないような状況で逃げるんですね。なのであまり重いものを入れすぎるとそれを持って移動するのも大変。でも一方でいつ次国に帰れるかわからないっていう中でいろいろ入れていきたいですよね。でさらに、まあ、先ほども言ったような皆さんの状況だと、まず空港を突破するっていうのが一つの難関なんですよ。その政府からもすでにこう身元が分かっていて狙われている中で、政府からしたら逃がしたくないわけですよね、国外に。となるとその空港でちゃんと出国できるか、旅行の時とは違ってここで止められずに出られるかなっていうのをもう本当に心臓バクバクしながら通ります。なので人によってはできるだけ目立たない格好、あんまりこう大きすぎるスーツケースとか持っているとすごく目立ってしまうし、お前長期滞在するのかって言ってこう疑われるきっかけにもなるので、私が前聞いた話で一番荷物少なかった人は、その人エチオピアの出身でしたけど、はい、リュックサック一つと、ハンドバッグ一つっていう、その身軽さでまるで来週帰ってくるよっていうような感じの雰囲気で脱出したというふうにおっしゃってました。洋服はおそらく1日か2日分ぐらいですかね。そうですね。あれ今パスポートって出ました？パスポートお一人、はい、パスポート、はい、はい、パスポートないと出られないですし、そうです、あと日本人だとなかなか、日本人のパスポート持ってるとなかなか意識しないんですけど、ビザが必要になることが大半なので、はい、ビザとパスポートは最低限必要ですね。今皆さんは今のところ空港は突破できた、できたということにします。しましょう、はい、このあと何が待ってるんですか？はい、皆さんの行き先はですね、ブローカーから渡されたチケットには日本行きと書いてありました。もちろん日本なんて聞いたこともないですし、日本語一文字も読めません。ですがブローカーからは日本は平和で安全な国だから行ったらなんとかなると渡されて、でただこねてる余裕もなく、とにかく日本行きの飛行機に乗るというのが、皆さんの状況です。なんとかじゃあ日本の空港に今たどり着きました。どんな光景が広がるかというと、日本は今だいぶ観光客向けに英語の表記も増えてきたと思うんですが、それでも日本語のみの表記ってまだまだたくさんあります。特に空港一歩出てしまえばかなり日本語のみの表示が多いですね。なので例えば数字なんかの電話番号だなっていうのは分かっても、その周りの情報が読めないので、これが何の電話番号かっていうのも分からないぐらい情報弱者になり、でそこから運がいい方は空港のインターネットで私たちの団体のことを探し当てて、もう空港から直接来るっていう方もいらっしゃるんですね。ですが皆さんはエチオピアの出身で日本に来たことは一度もないので、日本のいわゆる常識っていうのが全くない状態で、しかも頼れる人も誰もいない
持ち金がだいたい3万円から5万円ぐらい貯金してきたものをはたいて持っているっていう、ただそれだけで。アクセサリーと金もありますね。あ、そうですね、アクセサリーと金もありますね。でもどこで売ったらいいのかもわからない、確かにっていうような状況でたどり着きます。でしかも日本の常識は全く持ち合わせてないと。でそういう時に何が起こるかっていうと、その中でのサバイバルって本当に大変で、これ実際にあった例なんですけれども、その方はコンゴ民主共和国っていうアフリカの国の出身の方で日本にたどり着きました。で空港でインターネットで私たちのことを見つけて、あ、ここに行けばいいんだっていうことが分かった。でもじゃあ私たちの事務所も水道橋にあるんですけど、成田空港から水道橋まで皆さんだったらどうやって行きますか。今日本人の皆さんになっていただいて大丈夫です。電車で。電車ですよね。電車だったりとか、あとは最近だと高速バスが1000円で出ているので、まあ、それ乗ってくるっていうのも一つ手かもしれません。でもそういった常識が一切ないんですよ。そのコンゴには電車がそもそもない。で日本で初めて電車を見るので、これが果たして安い交通手段なのかっていう判断もつかない状態で何とかしないといけないんですね。でその方が実際に取った行動というのが、電車がそんなに安い乗り物のようには見えなかったと。コンゴにもないし、でもコンゴにあって日本にもあったものがあった。タクシー、住所さえ渡せば土地勘の全くない自分でも連れてってもらえるし、コンゴでタクシーって安いし、何の疑問を持たなかったわけですね。そこがすごく高いっていう。で結局タクシーの運転手さんに、ここから水道橋までお願いしますっていうふうに言ってしまって、だいたい3万円ですかね。でその方ちょうど持ってらっしゃったのが、そのタクシー料金ぴったりぐらいだったんですよ。で無事私たちの事務所にたどりは着いたはしたんですけれども、もうたどり着いた時からこうもう軽くパニックで、今自分が持っていたお金を全て失ったんだけどどうしたらいいんだと半分泣いてるような。そりゃそうなりますよね。そりゃそうですね、はい、それくらい本当にその全く知らない国でサバイバルするっていうのはすごく大変なことなんですよね、まあ、こうしてなんとかジャーニーはたどり着いて、あの日本にたどり着いたエチオピアのジャーナリストの皆さんは、まあ、まず何するかって言ったら、まあ、衣食住と安全な場所っていうのは、まあ、求めますよね。そうですね、もう空港から直接っていう方もいらっしゃいますけど、しばらく私たちのところを知るまで時間がかかって、もう完全に所持金も尽きていて、事務所に到着した時には残金60円みたいな人もいらっしゃいます。で60円ってなってしまうと、もう電車も乗れないし、本当です、はい、あのパン一つ買うのさえも厳しいんですね。でそうなってしまうと、昨日から何も食べてないっていうような状態でいらっしゃる方もいますので、まずうちで、食事を、まあ、簡単なレトルト食品にはなってしまいますけど、なんとか空腹を満たして、でそこからなんで帰れないのかっていうようなお話を詳細に伺い、で、まあ、先ほど言ったように、その日本でじゃあ難民申請して、じゃああなた難民だからこれからあの日本にいていいよって次の日に言われるわけではないです。3年間平均で待たなければなりませんので、その間なんとか生活していかないといけないんですね。で特に大変なのは来日直後の2ヶ月ぐらいっていうのが一番大変です。でなぜ大変かというと、だいたい皆さん持ってきているのが3万円から5万円ぐらいの所持金で、それも1日、まあ、何泊か日本でしてしまったらすぐなくなってしまうような金額ですよね。でそこから一応、政府外務省によるその難民申請中の方ですごく困窮していると認められた方に関しては、一部補助金のようなものがもらえるんですね。ですがそれ自体もまた審査が必要になるので、平均40日間それも審査があります。まず私たちの事務所に来て、そのサポートしてくれる制度があることを知って、それに申請をして、その結果が出るまでの40日間だいたい2ヶ月ぐらいになっちゃうんですけど、その2ヶ月間なんとかサバイバルをする。その2ヶ月間の間は私たち以外のサポートは本当に一切ないような状況です。日本に誰も頼れる人がいないし、所持金ももう尽きちゃったし、で私たちも一応その、まあ、当然ホテルも泊まれないので、そういった方々に向けてシェルターという、まあ、一時宿泊施設をいろんなところから間借りして何部屋か持ってるんですが、常にそのシェルターも満室で、すぐに
じゃあ今日から宿ないからここ行っていいよっていうふうに案内できる状況ではないんですね。だいたい 5,6 人の方が常にウェイティングリストに乗って開くのを待ってるっていう状態です。なので残念ながらホームレスになるという方は非常に多いです。これがまさにそういう、まあ、公園で過ごすとか、まあ、マックで100円のコーヒー買っていられるだけいて、でその後は公園で滞在するとかっていう方々が恒常的にいらっしゃいます。で残念なんですが、だいたい成人の男性で健康であれば 2,3 週間のホームレスは頑張っていただくっていうのがもう今なんていうか普通になってしまってますね。で女性と子どもに関してはホームレスすることでまたいろんな別のリスクも伴いますので、はい、シェルターがいっぱいの時でもカプセルホテル3000円ぐらいのカプセルホテルを手配して、そこでシェルターが開くまで滞在してもらったりとかっていうことで対応してます。カプセルホテル行ったって、はい、カプセルホテルってそういう意味ではすごいハイテクですけど、はい、いっぱいいろんなところに説明があって、そうですね、あっちにお風呂、あっちに着替え、そうですね、この、 あのパジャマセットは持って帰っていいのかみたいな、はい、そうですね、まあ、観光客慣れしているようなゲストハウスであれば比較的英語の表記とかもありますけど、ね、まあ、カプセルホテルもそうですし、私たち の、 その手配しているシェルター、管理しているシェルターを連れて行くたびにその使い方とか全部説明をして、退去するときにもちゃんとしないといけないですし、結構管理はすごい大変ですね。ホームレスがいるっていうと、よくうちも一部屋空いてるからうちで泊まっていったらどうですかみたいな、そういう問い合わせくださることもあるんですけど、やっぱりそういういろんなその管理コストもかかってくるので、こう単純に空き家があれば解決するっていう話でもなくて、私たちもすごく限られたスタッフで回しているので、うん、なかなか難しいっていうのが現状ですね。あと例えばコンタクトレンズ持ってきたんですけど、はい、駅忘れちゃって目がかぶれちゃったりした時ってお医者さんって行けるんですか？そう、とてもいい質問ですね。お医者さんも国民健康保険には皆さん入っていないので、行けはしますけど、本当に簡単なその目のかぶれとか、私たちだったら大体2000円とかそれぐらいで診察してもらえるようなところを 100% から 150% ぐらい請求される。 150%? はい、増すんですか？増すんですね。私もその仕組みよくわからないんですけど、平気で数万円とかやっぱりそんな簡単な診療でもしちゃうので、やっぱり我慢するだけしてすごく体調悪くなってしまって救急車で倒れてから初めてっていう人もいますし、私たちもその病院で無料で診療してくれるところをいくつか提携していて、そこに案内をしてるっていうケースもありますね。じゃあ皆さん、なんとか日本にはたどり着きましたが、ジャーにもたどり着けました。でも ここからこの国でサバイブするには まず何します？じゃあ後ろのメガネの方、まず何しようと思います？難民申請をしたい。ああ、なるほど。難民申請をする。はい、それはとても重要なことで、皆さんはまだ逃げてきただけの段階なので、このまま日本にずっと滞在し続けたら、大抵はみんな短期滞在のビザ、例えば観光で90日間有効ですよみたいなビザで来ているので、90日以上経ってしまったら非正規滞在者になってしまうんですね。でいつでも強制送還されてしまう人になってしまうので、その90日間切れる前に、私はこのまま帰れませんので日本に滞在させてくださいっていう難民申請をしなければいけません。でその申請手続きがまずおっしゃる通り最初にやるべきことですね。はい、すごいすごい写真をいただきました。はい、これはだいたい今の流れで想像がつくかなとも思うんですけれども、これは実際に皆さんと同じジャーナリストの方で最終的に難民認定日本で得たバングラデシュ出身の方ですね。この方が難民認定されるまでに日本政府に対して、先ほどの法務省入国管理局に対して提出した一人分の書類の束です。どうやって用意するんですか？まあ、彼に関してはジャーナリストなので、比較的その自分の書いた記事、政権批判をしているような記事とかっていうのがネットにも上がってたりとかして、まあ、手配、日本に来てからも入手しやすいタイプの職業ではありますね、ジャーナリストは。なのでそういうそのいかに自分が国に帰ったら危険かっていうことを自分自身で証明しないといけないんですね。でその証明のハードルが日本は異常に高くて、その、書いた記事であったりだとか
バングラデシュやエチオピアでそのジャーナリストがどんどん逮捕されているようなニュース記事だったりだとか、そういったものをすべて日本語に翻訳してから提出するんですね。誰がそんなことやってくれるんですか誰もやってくれないんです。そうですよね、はい、で皆さんあの日本語全くできない状態で来ますので、当然不可能なわけですよ、自分でその完結させるのが。そうですね、それくらい本当にハードルが高く、であとはジャーナリストじゃないようなその称号が簡単に入手できないような人っていうのもたくさんいます。例えば政治活動をここでされてたような方が、まあ、自宅に自分を探して警察が来て逮捕しに来たという事実があったとしても、それを証明してくださいと言われます。で、いや家族からそういうふうなことを聞いてますって言ったら、それは伝聞ですよね、逮捕状とかないんですかっていうふうに聞かれてしまって、逮捕状がなければなかなか日本で難民に出るのは難しいです。でも逮捕状を持って逃げるって、さっき言った通りその空港を突破するのめっちゃ危なくなるじゃないですか。それ見つかったらこれ逮捕されるべき人なのに空港出ようとしてるから確かに殺されますよね。確かに。なのですごくそれってあの難民の方々に求めるハードルが理不尽高いんですけど、それをやっぱ日本は本当に忠実にその証明を求めるっていう傾向がありますね。で申請をしてからも3年かかる、平均で3年っておっしゃったじゃないですか。でその間にその自分ね、それこそ知り合いもいなくて、まあ、ジャーナリストの方はまた書いたりするかもしれないんですけど、あの仕事ってどうなってるんですか。皆さんもし違う国に行って3万円持っていてそれがすぐ尽きてしまったらどうしようって考えたら、普通に働きたいって思いますよね。残念ながら日本では、難民申請してから早い人でも6ヶ月は働けないです。働いたら、違法になってしまいます。働けないことはないけれども、まあ、働いたら違法ですね。なのでどうやって生きていくんですか。その間本当にそこはすごく大変なところで、まあ、先ほど言ったその外務省のサポートにつながった人に関しては生活保護の3分の2ぐらいの水準なんで、すごくそれでも少ないんですね。1日1500円、家賃が上限4万円までっていうサポートがもらえます。でその1500円っていうのはもちろん光熱費とかも全部含んでなので、それをもらえたとしても生活としてはすごく大変なので、皆さんもできれば1日も早く働けるようになって自活したいとおっしゃるんですけど、まあ、それつながればまだいいですね、はい、でそれが例えばつながられなかった場合、そのさっきの保護のサポートを受けているのも年間300人ぐらいしかいないんですね。なのでそれも狭き門なんです。なのでそれが受けられない方っていうのは、もう本当に私たちのような支援団体から3食もらって食べたりとか、でもやっぱりそれも母国で普通に生活されてたような方々が突然支援団体のお世話にならないと生活できないってやっぱすごくストレスになるんですよね。それも自分が例えば働けないこう、まあ、身体的なすごい重病を抱えているとかそういったことだったらまだこう納得できるかもしれないんですけど、もう健康体で働けてで母国ではそれなりに稼いでてっていう方がやっぱり日本でいきなりホームレスになって、いきなり自分よりも年下ぐらいの私みたいな人に頭下げて食事くださいって言わなきゃいけないっていうのはやっぱすごくきついですよね。確かに働くっていうことはそういう意味でもその尊厳を取り戻すっていう意味でもすごく大事なんですが、やっぱりその冒頭で説明した就労目的で難民申請している人がたくさんいてけしからんっていう、その法務省の取り締まりもあって今どんどん厳しくなっています。その6ヶ月あったのが今8ヶ月になろうとしていて、でこの2ヶ月って短いようですごい長いんですよ。1ヶ月だって1週間だって、はい、長いです、はい、サポート受けられてない人の2ヶ月をやっぱ私たちが何とかサポートしなきゃいけないことにもつながるのですごく大変ですね。皆さんは今日本で生活をし始めようとしているジャーナリストのエチオピア人の方です。なんとなくイメージがついてきましたかね、うん、本当に、ね、異国の地で誰も知らない、持ってるものもそんなにない、木の実木のまま逃れてきた人ってどんな
なね気持ちで。そうですね、さっきちなみに言わせたんですけど、はい、服入れた方いらっしゃったと思うんですが、季節が違うっていう可能性が結構あります。夏に着てたらまだ、夏今着てる方はまだマシなんですが、本当だ、本当に半袖ぐらいのものしか持っていなくて12月に到着される方とかっていうのも毎年もちろんいらっしゃいますので、きついですね。そういう衣服のサポート、衣食住、衣は着るものと医療と両方で、病院と両方ですね、衣食住のサポートも、はい、してます。そんな中でこんな素敵なお写真がありますけれども、はい、まさにこの方がエチオピア出身の女性で、皆さんと同じような状況の中で最終的に難民認定を得て今この笑顔がある方なので、この方がこの笑顔になるまでどんな苦労されたかっていうのをちょっと簡単にご紹介できればなと思います。この方もブルックさんといって、すごく、笑顔が素敵だなって皆さん思うと思うんですが、来日当初彼女を支援していたスタッフはこの写真を見て同一人物だと分かりませんでした。それはなぜかというと、彼女が笑ったことはなくずっと泣いてたからでした。でどういう状況で彼女が来たかというと、皆さんの設定でもあった通り、彼女は、ジャーナリストではないんですけれども、その政党批判を、野党の、政治活動をされていたんですね。政治活動されていて、かつ印刷会社に勤めていて、その政党批判の印刷とかも請け負っていて、それもやったし、個人的にもその野党の政治活動、デモ活動をやったりだとか、そのメンバーを増やすためのリクルート活動とかに奔走していた若い女性の活動家だったんですね。で彼女が2回も逮捕されていて、ですごいその監獄でもひどい目に遭いつつ、賄賂でなんとか出してもらって、でまた活動したらお前殺すぞっていう、もう活動しませんっていうサインもしてなんとか出ることができたんですね。なんですけど、やっぱりエチオピアってそういうサインをして活動しなければ大丈夫っていうほど安全な国ではないの でそもそも賄賂で出てきただけなので、また賄賂が欲しくなったら彼女を逮捕するなんて簡単にできちゃうわけですよね。なのでこのままだと危険だから逃げた方がいいんじゃないかっていうふうに家族からも勧められて、で、逃げました。でその手配できたのが日本の観光ビザだったんですね。で観光ビザで、日本にたどり着き、10万円ぐらい持ってたらしいんですよ。かなりやっぱりしばらく帰れないってことを分かってたので、家族もだいぶ大きなお金を用意して逃げてきたんですが、で彼女は当時英語も全く分からなくて、エチオピアのアムハラ語っていう言葉オンリーだったので、もう意思疎通もかなり難しい状態でした。で空港にたどり着いて、で観光ビザ持ってきましたよってパスポートで、日本に入国審査をしようとしたら、この人10万円は持ってるけど観光するにしてはホテル滞在先も決まってないみたいだし、日本に知り合いも誰もいないみたいだし、そもそも日本語も英語も全く通じないし、本当に観光するつもりなのかなというので疑われて、で、一回そのまま入国できずに空港の近くの施設に収容されました。でそのまま送り返されそうになってしまって、お前観光じゃないだろうと、送り返されそうになってしまって、で私は難民なので帰れないんですっていうことを彼女のすごく少ない英語の語彙でなんとか説明して泣き叫んで、はいはい、私は帰れません、私はレフジーですっていうのを一生懸命説明しました。でさすがにその人をそのままそう言ってる人を送り返してしまうと問題になってしまうので、入管側もじゃあ難民申請していいよと、でも難民申請していいけど観光目的のビザで来てるあなたは観光目的じゃないことが分かったからこのビザ取り消しますと、日本に滞在資格があるわけではないので、はい、難民申請して日本に残っていいけど日本の外の地は踏んじゃダメですよ、収容施設にそのままいてくださいねっていうことで収容されて、で収容施設から出ることってできるんですけれども、それするためにはその保釈金と住所、面倒見る人の住所が必要なんですね。で彼女日本に誰も知り合いがいない中で空港でそのまま収容されちゃったら、そういうサポーターになってくれる人を探すもう隙もなく、でそのまま1年以上日本の地を踏まないまま
収容施設に収容されていて、でそこにボランティア活動で面会に来てくれてた方とかを中心になんとかこう知り合って、で保釈金用意してもらって、あで私たちもあの彼女から収容施設から連絡があったんですね。で連絡が電話で連絡があって、で弁護士が会いに行って、で難民申請手続きというのはちゃんとやったんですけど、でそのまま弁護士とかいろんな人で支援をしてなんとか出てくることができて、で出てきたはいいものの、そのまま難民不認定にまた1年ぐらい経ってから3年ぐらいしてなって、でまた収容されて、で本当に収容されるともういつ飛行機に乗せられて返されるかっていうのがわからないので、もう本当にストレスらしいんですね。特に本当に帰れない事情が待ってる方に関して言えば、飛行機にいつ乗せられるかわからないっていうのは本当に自分の生き死にに関わるわけですよ。で彼女はそのストレスから一時的に耳も聞こえなくなってしまうぐらいのすっごいストレスを受けて、でもその間ずっと泣いていて、で最終的に裁判で勝って、やっぱりこの人難民だよねっていうことで認定を受けて、今ユニクロで働いてるんですけど、そうですか、はい、今は本当にあの日本で、うん、なんかすごく幸せ、心配がなくて日本で何の心配もなく生活できるっていうのが本当に幸せで、うん、っていうのをいつもおっしゃってますねっていう方でした。なのでその今日そのこの方を通じてお伝えしたいなと思ったのは、先ほど難民認定が20人しかおりないっていう話で、不認定になっている人がその裏にはたくさんいらっしゃるんですね。で不認定になってじゃあ帰るわって言って帰れる人だったらいいですけれども、やっぱ帰れない人っていうのが難民なわけ でそういう人たちどういう人たちかっていうと、彼女みたいな一人一人なんですね。でこういう方々をやっぱり受け入れる決断をするのも私たちにできますし、送り返すっていうことをするのも私たちにできる。つまりその日本に逃げてきている方々をサポートできるのって日本社会にいる人たちだけなんですよね。そこが本当に私たち一人一人の関心だったりとか、あの、はい、難民認定制度によってやっぱりこういう彼女みたいな一人一人の命がこう人生が変わってしまうっていうのはすごくやっぱり、ね、はい、皆さんにも知っていただきたいなと思って紹介しました。あの1個明るいニュースがね、そうですね、皆さんにお届けできるので、はい、それで今日 あのトークセッションの方を終わりにできればと思って、はいはい、最近何があったんですか、野地さん。そうですね、あの残念ながらやっぱりその日本政府の難民受け入れにとっても消極的な姿勢っていうのはもうこの十数年ずっと変わっていないんです。ですが、まあ、2015年ぐらいからそのシリアの問題がよくテレビで出るようになってから、本当に多くの方から私に何かできることないですかっていうような問い合わせがすごく増えたと思います。日本でも難民がいるっていうことを知ってる人も増えたと思います。でその中でやっぱり政府がやってくれなくてもそれをただただ嘆くだけではなくて、じゃあ私たちに何ができるのかっていうあのことが集まって、実はあの私たちの事務所、先ほど水道橋にあるって言ったんですけど、もともと四ツ谷にすごい小さな事務所を構えてました。でそれが水道橋に倍の広さになって移転することができたんですね。でこれなぜ皆さんに紹介したかったかというと、この移転に必要になった資金っていうのを全てクラウドファンディングで個人の皆様から集めたご寄付で実現したことだからです。もともと私たちの四ツ谷の事務所って本当にようやく支援団体になんとかたどり着いた、もうこれでなんとか一安心っていうような方々でさえ足を伸ばせないようなすっごい狭い待合スペースが満員電車みたいな感じだったんですね。でそれがあのこの事務所で倍の広さになり、で支援もしやすいようなあの空間に生まれ変わりました。あの相談スペースもたくさんありますし、でこの資金だけじゃなくて、実はこの事務所の設計もプロの建築士さんがボランティアで全部やってくださったんですね。なのですごく本当に素敵な事務所が出来上がったんですが、このメイキングのこんな風に生まれ変わったよっていうメイキングの動画をこの6月20日の世界難民の日に私たちの Facebook で公開をするので、ぜひぜひ皆さんにはその動画もご覧いただけたらなと思います。やっぱりそれを見ると、なんか政府は本当になかなか前進してくれないけど、民間でできることっていうのも
いっぱいあるんだなっていうのをすごく希望を持っていただけると思いますし、私たちもやっぱり民間でできることっていうのを広げていきたいと思っています。でその上ですごくやっぱり重要になるのが資金なんですね。私たちの活動は政府が本来だったらやるべきこうセーフティーネットの部分を民間でなんとか見過ごせないから支えてるっていうような実態なんですけれども、政府からお金をもらえるわけではないので、私たちの活動資金の大半が寄付なんですね。で寄付のうち7割以上が個人の方々からの寄付なので、本当に一人一人のたとえ少額であっても、例えば月々1500円とか、あとは毎月は厳しいから1年に1万円だけ寄付しようとか、本当にそういう個人の小さな力が集結して私たちの活動資金になり、初めて活動が展開できているので、もし皆さんの中でもこういう活動を継続的にサポートしたいなっていう方がいらっしゃったら、ぜひこんな形でサポートをいただけたらなと思います。で金銭的に難しいという方であれば、Facebook とか Twitter でも日々情報発信してますので、それをまず拡散していただけたら、周りにいる皆さんのお金持ちの友達がもしかしたら興味を持ってくれるかもしれないので、そういう形でも応援いただけたらなと思ってます。私ジャーさんのメルマガをいただいてるんですけど、多分日本の中で一番情報量もスピードも難民に関してはもう とにかく何ですか、ね、読んでて楽しいというか、やっぱクオリティが素晴らしいと思って、でも届くってことは何か起きたんだな、やばいみたいな感じでメルマガも配信してます、はい、月に2回目安に私が配信してるので、私が忙しくなると配信が滞ったりするんですけど、はい、月2回目安に配信していて、登録はもちろん無料なので、ぜひそういった形でもつながっていただけたら嬉しいです、はい、もう一つ皆さんができることを紹介したいと思います。これはラッシュジャパンで販売を今している数量限定のワッペンになっております。もうメッセージがそのままあるんですけども、アイロンでつけるタイプの、ワッペンになります。で嬉しいがな、もう間もなく売り切れになりそうなんですけれども、こちらの、売り上げの消費税を除く全額をジャーさんに寄付をさせていただくので、あと10枚ぐらい11枚はここに用意しておりますので、もしよろしかったら、これがジャーさんの活動の応援につながりますので、ご興味あったら後で手に取って見ていただければと思います。6月末まで販売をします。でこのワッペンをやっぱりぜひ見えるところに貼っていただきたいなと思っていて、先ほど話し合った通り、皆さんこう難民って書いてないだけで道ですれ違ってる可能性って十分にあるんですね。でよく難民の方々から言われるのが、その日本では難民のイメージがすごく悪いと、なんかネガティブなイメージを持たれることが多いし、こう自分の出身のことについてお話をすると、難民ってなんか食べ物も服もない人なのかと思ってたみたいなことを言われたりして、すごくショックを受けたりだとか、あとはそのどうせ働くことを目的に難民申請してるんでしょっていう目で見られたりだとか、そういうことですごく傷ついて、なかなかこう自分が難民であるっていうことを言いたくないっていう人もすごくたくさんいらっしゃるんですね。なのでこういうワッペンを貼ってる人と例えばすれ違ったりすると、あ、日本でも難民をもっと受け入れたいって思ってる人いるんだなっていうのを、多分これ英語なんで分かると思うんですね。なのでそういう意味でもぜひぜひご購入いただいた際には目立つところに貼って歩いていただけたらなと思います。うちのワッペンの宣伝もありがとうございます。ということで、お時間が大幅に過ぎてしまったので、もしこの後まだまだお話しされた、お話聞きたいという方いらっしゃったら、個別にお時間取れますので、今日のこのソープボックストークセッション難民について考えるは一旦こちらで、終了としたいと思います。6月20日が世界難民の日ということでこのトークセッションやりましたけども、難民の日が終わっても日本国内には難民の人たちがまだ来てますし、ジャーさんは、1年間で700人もの難民として日本にたどり着いた人たちの支援を続けていくわけで、こうやっぱ継続的に思い出したり足を運んでみたり気にかけてもらえたら嬉しいなと思います。最後に何か野津さんから一言ございますか。継続的に思い出す上で一番簡単なのはやっぱり SNS でフォローかいいねをしておくということなので、ぜひ今日帰り際にでもお願いします。はい、ということで、本日のソーボックス
難民について考えるは、じゃあ難民支援協会の広報部野津さんとお送りいたしました。最後に野津さんに大きな拍手をお送りするとともにこの回終わりにしたいと思います。またソーボックスやりますのでお越しください。ありがとうございました。